どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日は実は名古屋に来ております。実は皆さん、ガズのプロデュースしているウクレレ G ラボのわがままウクレレとか薄レレとかそういうウクレレ関係なんですけど、一旦なんと名古屋に入ってきているというわけでございましてですね、そして名古屋で、最終チェックしてから皆様のお手元に届いているわけでございます。はい、そしてこのわがままウクレレとかその薄レレとかセミオーダーの最終チェックをしているのがじゃん、吉本さんという方でございます。もうこの G ラボのスタッフさんという方でございまして、もうギタリストですもんね、もともとね、ギターも弾くということで、もう今やすっかりもう G ラボウクレレのもう最終チェックのもう番人、最終確認の男ということでございます。でここで一体何をやってるかちょっと一言お願いできればと。はい、ベトナムから届いたウクレレにですね、問題がないかですとか、あと原稿が弾きやすいかどうかですとか、あとまあその他こう不具合がないかということを全て再チェックした上でですね、梱包してお客様のお手元に一本ずつ試し引きも全部してくれて、ね、はい、もう全てやっております。もういい仕事ですね、ある意味ね。まだ大変ですね。でちなみに こんな感じで、今これウクレレがここデスクの近所にあったりとか、こういう風な感じで、バッとこう今入ってきて、これ最終チェックをしている最中なんで、はい、近々皆様のお手元に届くということで、一本ずつ丹念にこう最終チェックして、もうすごいもんね、これもミリで測れるやつとかね、もういろんな工具が揃って、工具をもう、まあ、これでもほんの一部だということで、今ね普段やってるところとはまた違う場所で今やってもらってるんですけど、普段だともっと本当にブワーッとね、はい、広げて一部屋、まあ、もう丸つぶれになるぐらいのところでやっていただいてくださるということでございまして、はい、なんで皆さん数の、ウクレレをゲットしてくださる方はね、わがままウクレレ、薄レレ、セミオーダーの必ず吉本さんチェックが入っている、はい、じゃあ引き続き、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はいはい、そしてですね、今日皆さんニュースがあります。なんとですね、私がたまたま名古屋に来てるタイミングで今日届いたっていう、まあ、びっくりするサンプル商品が来ております。ちょっと向こう行きましょう。じゃ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 ん、ちょっと移動してきましたけど、ここにね、こんな感じでほら、こんな風にベトナムから届くわけですよ。こんな感じですごい頑丈な梱包されてるんですけど、ここから今さっきたった今ここ届いたばっかなんですけど、開けてびっくりです。まず皆さんご紹介しましょう。じゃーん、新しいガズモデルの、はい、これコンサートサイズのガズモデルの薄レレの、フレットが12フレットモデルの、モデルが来てました。これはね、さ聞いてみたらすごいよ。これをちょっと家でちょっともう散々またこね繰り返して YouTube でもちょっと試し引きしてみて、これをもう商品化、この皆さんにご案内できる日も近いと思います。これもねめちゃくちゃテンション上がる。これ、たった今届いたんでびっくりしました。あとねサンプル商品がいくつか届いてて、これ見てください。これね、テナーサイズのウクレレですよ、テナーサイズ。ガズレレでは今までテナーサイズなかったんですけど、もじゃくんが、サンプルでちょっと作ってみたというところで、大きさを見てもらったら分かるけども、これがソプラノサイズ。これ、テナーサイズ、コンサートサイズよりでっかいんですよ。ちなみにコンサートサイズと比べても、大きさは結構違くない？ネックの長さ見てください。結構違うでしょ。テナーサイズってめちゃくちゃでかいんですけど、これテナーサイズ、これなんと薄レレだから。エレキギターみたいになってますけど、はい、これのサンプル、これもめっちゃいい。音がもうね、はい、そしてこれ薄レレだけど、テナーサイズっていうのがガズレレで今までなかったんで、これレギュラーのわがままウクレレのテナーサイズ、これも音がいいの。ちょっとやっぱ違うね、深い。はい、この厚さが違うね、これ薄レレとこっちが薄レレとレギュラーサイズで、これ、はい、今サンプルで届いておりますテナーサイズ。これもですね、ちょっとG ラボメンバーと話し合っていろんな思想とか繰り返して、これも皆さんにご案内できるようになると思うんですけど、はい、今日届いたばっかなんでね、とにかく今開けたばっかりです。ベトナムの匂いがします。はい、そんな感じでですね、こんな感じでたまに名古屋に来てですね、いろんなミーティングしたり、このウクレレのこの状況を見に来たりとかガズもしてるわけなんですけど、まあ、こんな風に皆さんの お手元に届いておるわけでございます。ガズのわがままウクレレ並びに G ラボのウクレレシリーズ、はい、引き続きよろしくお願いします。これからもガズレレ見逃せないですよ。はい、引き続きガズレレ YouTube チャンネル並びに G ラボウクレレよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。
はい、そしてお知らせなんですけど、こちら、ガズレレプロデュースのこのリュックサックです。これウクレレケースなんですよ。ここにプリント入ってる、これね、コンサートサイズまで入るウクレレケースで、これね、リュックサックにもなるけど、ここにもハンドルついてる、横にも持てるんですよ。で、開けるとこういう風になってて、こういう楽器用のね、分厚いクッション材が入ってて、ポーチが2つついてます。こっちちっちゃい、こっちはチューナーとか入れたりとか、こっちの大きいポーチはカメラの三脚とか、これね、譜面台も入ります。これを使ってこう中でね、こう動くの防止、防止したりとか、いろいろといい機能が満載のこの 大ヒットリュックサック、残り少なくなってますんで、これ概要欄でチェックしておいてください。あと引き続きまして、この本、リットミュージックのこのシリーズ、今3冊の本が、出てるんですけど、こちらの緑の方はこれ見て、赤いニューエディションっていうのがありまして、これ中身ちょっと変わったんですね、最近。はい、これがもう累計12万5千部の突破のもので大ヒット商品になっているのに加えて、7月にはこちらの本、これの最新刊がまた出ますよ。この本のことも概要欄にありますんで、チェックしておいてください。その他にもガズレレではいっぱいね、グッズがあります。この使ってる、ストラップだとか、キャップ、 T シャツ、夏になったらこの T シャツめちゃおすすめ。あとトートバッグとかいろいろあるんですが、この水引きもね、この水引きはガズの両親が一本一本手作りしてるやつなんで、これもおすすめです。この楽しいね、ガズレレグッズでさらに楽しいウクレレライフお楽しみください。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。